れならこれなどこへ行くのかな。ここに入るんだな。気合い入れていくぜ。おい、油断するなよ。いつ魔物が出るかわからないんだからな。平気だよ。だってオーレルが倒してくれるでしょ。完成だ。威力重視の体験。体験といややっぱりステルクさんが有名だよな。警備団の団長でアーランド最強の剣士。俺もいつかはあの人が使う剣を作ってみたいもんだぜ。あ、コールさんコールさん、これそのステルクさん用なんですよ。なんだと、マジで？本当です。やだな、嘘なんてつきませんよ。おお、そうなのか。早く言ってくれよ。メイ入れとかねえと。俺が作ったんだって証拠刻んどかねえとな。あ、どうしよう。もっと装飾入れた方が良かったか。そんなに取り乱さなくても。ステルクさん多分そんなに気にしない。なんか細部が気になってきた。作り直し、一から作り直していいか。ルルは全然聞いてない。作り直しは結構です。コールさんが作ったこの剣ならステルクさんも大満足ですよ。だからこのままいただいていきますね。ありがとうございますコールさん。なあルルア、後でこっそりその件の感想を聞いといてくれないか。わかりました。他でもないコールさんのお願いですからね。でもコールさんにもこういうところあるんだな。目的っと。目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。整理をしてたらこれが。これは誰かの日記？ああ、こいつは俺の師匠の日記だ。あ、コールさんのお師匠様。確かお名前は。ハゲルだ。ハゲルさんの日記、それはまたきっと輝かしい日々なんでしょうね。お前適当言ってるだろう。まあとにかくほらよ。え、どうして私に渡すんですか？師匠はいろんな錬金術師と仲が良かったからな。もしかしたら錬金術の参考になるかもしれねえ。だからとりあえずルロアに大切にしろよ。コールさん、ありがとうございます。それじゃあ帰って読んでみますね。ああ、そうしてくれ。それじゃあな。はい、また。なんだろうこの日記。なんとなく暑苦しい波動を感じる。これが男の熱気。心して読まないとダメそうだね。さてどこに行こう。あ、そういうことか。何を作ろうかな。ビビッとくるのはし味はせーの、ぐるぐる混ぜてできた。これで一段落。何を木は船作りには欠かせない材料だ。自然ってのは偉大だよな。結構効くよ。これでどう？結構効くよ。これでどう？私たちの勝ちだね。イエイ！私たちの勝ちだね。やったまだまだ立ち止まれないよねよし、また強くなったね。